はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、水処理薬剤だけをこう売ってほしいっていう話について、解説したいと思います。遠方のお客さんなんかからの問い合わせでですね、水処理の薬剤だけ、販売してもらえませんかっていう話がですね、お問い合わせがやってきます。で、しかしうちはですね、薬剤だけの販売っていうのは行っていません。必ずですね、薬剤と水質管理、これをですねセットでないとお売りしてないという状況です。で、これなぜかというとですね、薬剤っていうのはただ水の中に入れれば効果が出るかというとそうではなくてですね、冷却水の中である一定の濃度を常に維持してやること、この濃度がですね、要は薄すぎると効果が出ませんし、高すぎると今度設備をですね腐食させたりする原因になるんで、非常にリスクがあるんで、私たちはですね、そういった薬剤をこう売りっぱなしにするということをですねやってません。で、きっちりですねこの薬剤の濃度を維持する、これがですね実はものすごく難しい、お客さんではですね、ほぼ不可能だと私たち思ってます。で、これなぜかというと、冷却水というのはですね、常にこう冷却 と設備をこうずっと循環してるんですけど、その間にですね冷却塔が水を蒸発させます。そうすると冷却水の水はですねどんどん減っていく。で、減った分を今度ボールタップから水が吸水される。そうするとですね、薬剤の濃度がやはり薄くなっていくと。で、もしくはそうやって、水が蒸発することで冷却水の濃度が非常に高くなってですね、薬剤の濃度も濃縮されてどんどん増えていくと、こういう現象がですね起こります。で、それと薬剤は、お客様自身で、水をこう見てですね、薬剤がこれどれぐらい入ってるっていうの分かんないんですね。冷却水に対して薬剤の添加量ってものすごく少ないんで、色とかですね、匂い、それとか、pH、電気伝導率、こういったのでは分かんないんですね。やはり専用の機械で薬剤の濃度を分析してやる必要があると。なので、薬剤の添加量っていうのは非常にその分かりづらい。で、そうやって分析を行いながら濃度を確認していくと。で、その設備の稼働状況なんかにも合わせて薬剤の添加量をですねこう変えていく。こうかなりですねテクニックがいると思います。なので、お客さん自身で、薬剤だけ買ってやるっていうのはですねちょっとお勧めしておりません。で、その場合はですねちょっと申し訳ないですけどお話をお断りしているというところです。必ずですね水質管理とセットで私たちにお任せいただけるんであればご提供いたします。そうしないと設備トラブルっていうのはですね決してなくなりません。はい、そこまでこう私たちこうセットにして設備のトラブルを改善するというのがですね私たちのこうテーマとなっておりますんで、ぜひご理解いただければと思います。はい、薬剤はですね正しく処方箋にのっとって使用するということが重要だということです。はい、冷却水のトラブルでお困りの方いらっしゃったらですね、ぜひお問い合わせください。テスト機なんかもですね当社かなり持ってますんで、テスト機を使って実際にこう薬剤を添加してみてどのようにこう水質が改善するのかちょっと見てみたいという方はですねぜひお問い合わせください。テスト機をですね無料でお貸ししますんで。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。